ようこそ日本語の勉強及び復習のためののビデオの発表。始めましょう。Danes bomo spoznali število od 1 do 5 in zapisali tudi v japonskih pismenkah. 今日は1から5までの日本語の数字を発表します。数字の漢字を書いてみます。0 12 漢字の書き方の順番はとても大切です。だから気をつけてください。Vrstni red črtic pri pisanju pismenk je zelo pomemben, zato bodite pozorni. San. Jon. Go. もう一度復習しましょう。シェエンクラスポノビモ。ニチ、ゼロ。エナ、イチ。ドゥエ、ニ。トゥリ、サン。シティリ、ヨン。ペ、ゴ。ヒシャジコ、タム、キレズナネジコドマ。言語の知識が在宅しているところ。